いんだぜ。ここからやめてくださいな。そしてこのシリーズもう始まりから入ったのかなと思います。なんかこうなんかちょっとなかなかチームライブもそうですけど、なんかちょっとバラバラな感じもあったし、その後に震災があって僕らのモンテリオのモンテリオも練習できなくなりました。だけどやっぱりどうしてもメディアはまあ嫌いだから聞いたわけなんで、やっぱりどうしても仙台になって僕らライバルチームがずっと取り寄せられて、僕らはずっと同じように練習もできないしガソリンもなかったわけですけど、どうしてもあっちの方ガソリンを伝えて、なんていうかそう楽しいというか、なんかやりづらいアウェー感が感じました。そこからまたずるずると勝てなくて、僕らも本当つらかったです。だから本当まとめるとつらい1年だったなって思います。ただ本当にやっぱり応援してくれる、熱く応援するサポーターが増えたわけだし、この皆さんというのは本当にも財産だと思います。ぜひまた来年 J2 になりますけど、この応援ができれば絶対 J2 でトップクラスの応援サポーターだと思います。ぜひ皆さん本当につらい1年間ですけど、このつらい J2 というのも絶対本当のサポーター人生、僕らのサポーターの中で絶対この経験というのはいいと思います。最下位なかなか宣言できるものではないと思います。本当これを糧にまだまだもしかしたらサポーターもどん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 増えるかもしれない、すごい宣言でなったと思います。なかなか本当辛くて、この前なんか横断幕とかバスの前にいろいろやっとってたって、なかなかまとまろうって言っても、なかなかやりづらいっていう人もいたと思うんですけど、まあ本当、もう最後なんで、また来年、僕からお願いで、本当に、すごいところです。これらで、応援してください。また、みんなと、俺は、熱い、サポートがしたいです。なんで、一人も増えない、この俺らで、応援したいと思うんで、ぜひまた、一緒に応援してください。僕ら2008年上がった時に引き上がりました。ぜひ上がる時は J2 優勝タイトルを取ってそれで上がりたいと僕は思います。皆さんどうですか。1年かかるのか2年かかるのか3年かかるのかそんな分かりません。僕の前でただ3年待とうと3年かかると僕の前では言わないんだから、僕は1年で上がろうと思ってなかなか、ね、財政的にもいろいろ苦しいかもしれない。だけどやっぱりね J1 がいいとそういう気持ちを強く持つことが山本健に山本健に絶対必要だと思います。そうすれば絶対かなうはずです。まだまだいろいろ評価の面とか財政的な面とかハートの方に最初お願いしておこうと思います。そこを持ってそこで待ってます。僕は信じてます。来年またこの人数でこのボールので皆さん熱い応援しましょう。まず最後この歌を締めたいと思う。みんな来年に向かってこの歌を皆さん手を挙げて J リーグ劇場版最終戦ボンクドゥヤマザトラザサンフレッチェ広島にご来場いただきまして誠にありがとうございました。さあ行こう山形勝利をつかめ我らの誇りを歴史に刻めララララ山形ララ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 山形ララ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 
そして僕のリードについてきてくれて本当に